無効化の危機はアメリカ合衆国アンドリュー・ジャクソン大統領の時にアメリカ合衆国議会が成立させた連邦法をサウスカロライナ州が無効化しようとした連邦法無効宣言によって引き起こされた党派構想の危機である。高度に保護的な1828年の関税法がジョン・クインシー・アダムズ大統領の任期中の1828年に法制化された。 これには南部からまたニューイングランドの一部から反対があり、関税反対者の予測したところでは、ジャクソンが大統領に当選すれば、関税もかなり下がるだろうということだった。国全体2820年代を通じて、経済の落ち込みがあり、サウスカロライナ州は特に打撃を受けていた。米英戦争後イギリスの競争相手に対して、 アメリカの製造業を成長させるために展開された国の関税政策についてサウスカロライナ州政界の多くが資産が目減りすると言って非難した。1828年までにサウスカロライナ州政界は関税問題で団結するようになっていった。ジャクソン政権がサウスカロライナ州の関心事に対して何の行動も取らなかった時、州内の最も過激な派閥は 州自体でこの関税は無効であり、サウスカロライナ州内では適用されないと宣言することを提唱し始めた。ワシントン DC では、州の無効化について、最も効果的な憲法理論の提唱者である、ジョン・カルフーン副大統領とジャクソン大統領の間に、この問題に関する公然の対立が起こった。1832年7月14日、カルフンがその職を辞した後で、 ジャクソンは1832年間税法に署名し、関税率を幾分下げた。この下げ方がサウスカロライナ州にとっては小さすぎるものであり、11月には州会議が1828年と1832年の関税法は違憲であり、1833年2月1日以降サウスカロライナ州内では執行されないと宣言した。予測された。 連邦政府の強制執行に抵抗するために州では軍事的な準備も始められた。2月遅くに大統領がサウスカロライナ州に対して軍事力を使うことを認める強制法とサウスカロライナ州にとっては満足のいく新しい関税法の両方を連邦議会が成立させた。サウスカロライナ州会議が再召集され1833年3月11日に 無効化条例を撤廃した。危機は去り、両者は勝利を主張する理由を見つけられた。関税率は引き下げられたが、無効化の州の権限理論は国によって拒絶された。関税政策は民主党と新しく登場したホイッグ党の間で国家的政治課題であり続け、1850年代までに奴隷制や領土拡張の問題と組み合わされて国の最も重要で、 党派を分かつ問題となった。歴史家のリチャード・イ・エリスは次のように書いた。個人に直接働きかける権限のある国家政府を作ること、州が以前は持っていた多くの特権を否定すること、及び中央政府が明確には任されていない多くの権限があると主張する可能性を持たせることで憲法と権利焦点は最後に批准されたままで、 実質的に州の犠牲のもとに中央政府の力を増やした。この変化の程度と州と連邦政府の間での力の現実的配分問題は南北戦争まで、さらにそれ以降も政治と理論の議論の対象となった。1790年代初期、アレクサンダー・ハミルトンの国家主義的財政計画体、トーマス・ジェファーソンの民主的で、 農本的な計画という構図で論争が集中し、二つの対立する全国政党の形成につながった。この十年間の後半では、外国人治安処方の成立に続き、州の権限を謳う立場は、ケンタッキー州及びバージニア州決議で明確にされた。トーマス・ジェファーソンが書いたケンタッキー州決議は、無効化と脱退双方の政党化として、 しばしば引用される次の文章を含んでいる。民衆によって選ばれた全体政府の議員が委任された権力を乱用した場合に民衆による変更は合憲的救済策である。しかし権力が委任されていなかったと考えられる場合、法の無効化は正当な救済策である。各州は明約に含まれない場合は自然権を持ち。 それ自身の権限で他者による権力とみなされるものをすべて州の範囲内で無効化できる。この権利がなければ州はこの判断の権利を行使する者誰でもの支配下に絶対的に無制限につくことになる。それでもこの州は州の集まりという概念を認め尊重するという動機からこの問題について対話しようとしてきた。彼らとだけであれば対話も適切である。 彼らだけが名約を結ぶ相手であり、彼らだけがその下で行使される権力の最後の手段として判断を認められている。ジェームズ・マディソンが書いたバージニア州決議では、下記のように類似した議論がある。この決議は、連邦の名約という見解を取り入れ、他者が周到で明白で危険な権力で、前述の名約では認められていないものを遂行する場合に、その当事者である州は、 悪者を逮捕するために干渉する権利とそうしなければならない義務があり、それぞれの教会内で彼らに付属する権限、権利及び自由を維持することに権利と義務があるという推論に由来する。アメリカ合衆国憲法は州の認可で作られ、それぞれの州によって主権を有する能力を与えられた。憲法の権限の上に安定と尊厳を加えられ、 この格好とした基盤の上に立っている。州は憲法の名約の当事者であり、主権を有する能力の中で、最後の手段として、彼らが作った名約が信頼されているかを、それらの権限を超えて決定する採決機関は、あるべきではないという必然に従う。またその結果、一方の当事者としての州は、最後の手段として、その介入を要求する十分な程度まで、そのような問題を、 自分たちで決定しなければならない。歴史家たちは、どの程度までこれら決議が、無効化の原理を実際に提唱しているかについて、意見が異なる。歴史家のランス・バニングは、ケンタッキー州の議会は、連邦の権利侵害に対する合法の救済策は、各州による無効化であり、それぞれの協会内で連邦の捜査を妨げるよう、 独自に行動するというジェイファーソンの提案を削除した。協業してはいるがここに、この種の手段を提案するよりも、ケンタッキー州はこの方が、無効で効力がないことと宣言し、連邦議会の次の会期で、抗議を求めることで、有法に団結を求めることで満足したと書いた。重要な文と、無効化という言葉は、1799年に、ケンタッキー州で成立した。 追加決議で使われた。マディソンの判断はよりはっきりしていた。マディソンはいくつかの州に非難された後の1800年に出版され一貫本の長さもある1798年決議の報告書を作成したバージニア州議会委員会の委員長だった。このことで州が法的強制力を主張してはいないことを断言した。このような場合の宣言は意見の表明であり、 実行を喚起することで意見を生み出すこと以上の効果を伴わない。一方司法の意見は即座に実行あるものに移される。諸州が共同でその宣言に同意するならば意見立法を撤廃するよう議会を説得することから3分の2の州がするように憲法制定会議を要求することまでいくつかの現行手段が可能である。無効化の危機の時に 1799年、ケンタッキー州決議を渡されると、マディソンは、この決議自体が、ジェファーソンの言葉ではないし、ジェファーソンはこれを合憲ではなく、革命的権利だと意図したと主張した。マディソンの伝記作者らアルフ・ケッチャムは次のように書いた。マディソンは、外国人、治安処方の具体的非難、全体政府の制限された、委任権力という概念、 および憲法に反する法律は違法であるという命題にすら全的に合意したが各州の議会がその協会内では議会が意見と考える法に反対して全体政府の権威に対抗して行動する権限があると宣言することからは身を退いた。歴史家のショーン・ウィレンツはこれら決議に対する世の中の反対を次のように説明している。トーマス・ジェファーソンの肖像、バイ・レンブラント・ピール。 1800年いかなる州も立法府の行為により連邦法外権であると宣言することすらできるという概念をメリーランド州議会が拒絶したことにいくつかの州が追随しそうすることは反逆であると示唆した。マサチューセッツ州を含みいくつかの北部州はケンタッキー州やバージニア州によって主張された権限を否定し治安処方は完全に合憲であると主張した。 国中の連邦党が圧倒的に優勢な10の州議会は、ケンタッキー州やバージニア州が連邦の司法府に属すると考えられる権限を侵害していると非難した。北部の民主共和党員は、外国人治安処方に対する決議の抗議を支持したが、州が連邦法を審査するという概念には反対した。南部のケンタッキー州やバージニア州以外の州の 民主共和党はこの件については雄弁な沈黙を守り戦いの呼びかけに応える南部衆議会はなかった。1800年の選挙は国政の転換運転になってそれまでの連邦党支配からケンタッキー州及びバージニア州決議を書いたトーマス・ジェファーソンとジェームズ・マリソンの指導する民主共和党が支配するようになった。しかし、 1800年から1817年までの大統領4期でも州の権限での進展はほとんどなくむしろ弱まった。ジェファーソンの反対にもかかわらず連邦党の合衆国最高裁判所主席判事ジ,ジョン・マーシャルの指導する連邦司法府の権力が高まった。ジェファーソンはルイジアナバイ州で連邦の力を広げヨーロッパの戦争に巻き込まれないよう国家的。 通商禁止施策を取ったことでさらに広げた。マディソンは1809年に国軍を使って、ペンシルベニア州における合衆国最高裁判決を強制し、極端な国家主義者、ジョセフ・ストーリーを最高裁判事に指名し、第二国立銀行を作る法案に署名し、また内陸部の改良のために憲法修正を要求した。米英戦争に対する反対の声は、 ニューイングランドを中心にしていた。ハートフォード会議に送られた大議員たちは1814年に集まり、マディソンの戦争政策に対するニューイングランドの対応を検討した。この議論では多くの急進派が州の権限と州の主権の側に立って訴えることを認めた。最終的に重要な議論が制し、結論は脱退や無効化ではなかったが、一連の憲法修正を 提案した。彼らの問題の大半は、その原因が南部の支配する政府にあるとして、提案された修正事項には、5分の3妥協の撤廃、新しい州の加盟を認めるときに、両院の3分の2以上が同意するという規定、通商禁止の期間の制限、及び明らかにバージニア州を意識して、同じ州から続けて大統領が選ばれることを違法と、することが含まれていた。 この提案がマディソン大統領に提出される前に戦争が終わった。ジェームズ・マディソン・ショーン・ウィレンツは、米英戦争が終わった後に次のように述べている。マディソンの演説では、この戦争が主流となっている共和制の進化を助け、当初のところ各論的な考え方から離れてきたことを確認した。戦争による財政上の大きな緊迫が国家主義的共和制支持者から、 国立銀行に対する新しい要求を生ませた。軍隊を移動させ補給することの難しさによって、国の輸送機関の悲惨さを浮き彫りにし、広範な道路と運河の必要性を明らかにした。イギリスとの長引いた貿易停止の間、アメリカに製造業が沸き起こり、全く新しい事業化階級を作り出したが、その大半は政治的に民主共和党員と結びつき、 関税の保護がなければ生き残れないものである。より大雑把に言えば、この戦争が国民的同一感と連帯感を強めた。国家主義の精神は戦後期の著しい成長と経済繁栄に結びつけられた。しかし1819年、この国は初めて不況を経験し、1820年代は政治不安の10年間となって、再び、 アメリカ的連邦主義の正確な性質について対抗する見解の激しい議論が続いた。1798年には大変有効だった。極端な民主主義と農本主義の現氏が多くの市場志向の事業、特に銀行、会社、債権者及び不在地主に対する新たな攻撃となった。1816年の関税法はいくらか保護的な性格があったが、 ジョン・カルフーニアその仲間のサウスカロライナ人、ウィリアム・ラウンズを含めて国中からの支持を得た。内陸部の改良計画に結びつけられた最初の明確に保護的な関税は1824年関税法だった。ヘンリー・クレイが提案した、この関税は価格に応じて35%という一般的な保護の高さがあり、鉄、毛織物品、綿花、麻、 および家とは他の袋地について引き上げられた。この法案は、下院の評決で107対102という僅差で可決された。大西洋岸中部と北西部の州は法案を支持し、南部と南西部の州が反対、ニューイングランドの州は分裂したが大半が反対側だった。上院では、テネシー州選出の上院議員、アンドリュー・ジャクソンの支持もあり、4票差で可決した。 ジェファーソン、マディソンと続いたバージニア人によるホワイトハウス支配の後継者、ジェームズ・モンロー大統領が1824年3月25日に法案に署名した。マサチューセッツ州のダニエル・ウェブスターはこの関税に対するニューイングランドの反対派を率いた。高い関税の見通しや合憲性に対する抗議が1826年に始まり、1827年には、 ウィリアム・ブランチ・ジャイルズが1798年のバージニア州決議や1800年のジェームズ・マディソンによる決議の弁護を持ち出して連邦議会が保護的関税を通す権限を否定する決議案をバージニア州議会で成立させた。マディソンは無効化も一見性もその訴えを否定した。彼は常に商業を規制する権限には保護も含まれているという見解だった。 ジェファーソンはその人生の終わりに保護関税に対する反対意見を記していた。マーティン・バンビューレン1828年関税法は大部分マーティン・バンビューレンの作品であり、一部はアンドリュー・ジャクソンを大統領に当選させる策略だった。バンビューレンは問題に関わらず南部がジャクソンに投票するものと考え、法案の起草の時に南部の利益を無視した。ニューイングランドは 原色のジョン・クイン・シー・アダムズを支持するだろうと考えたので、ニューイングランドで消費されるアサ、アマ、糖密、鉄及びダック生地のような原材料に重い関税をかけた。鉄の課税額を増すことは、ペンシルベニア州の利益を満足させることもあり、バンブューレンはこの関税が、ペンシルベニア州、ニューヨーク州、ミズーリ州、オハイオ州及び、 ケンタッキー州をジャクソンに着かせることになると読んだ。南部やニューイングランドの数人からの反対があったものの関税法は議会における多くのジャクソン支持者の全敵支持で成立し、1828年早くにアダムズ大統領が法案に署名した。予測されたようにジャクソンとその副大統領候補ジョンカルフーウムはルイジアナ州を除いて全南部州で 圧倒的な得票で制し、アダムズは一般選挙で44%の得票率だったが落選した。しかし多くの南部人はジャクソンが初めの2年間の議会に対する年間教書で関税に対する強力な攻撃を始めなかったことで不満になった。歴史家のウィリアム・ j クーパーは次のように記している。 古い共和制支持者集団の中で最も理論的信奉者はまずジャクソンが望むものを見つけた。これら純粋主義者は1828年関税法を意味嫌う国家主義者の政策の最も悪質な現れとして抱きすべき関税と同定した。憲法は保護関税を認めていないというのが彼らの解釈だったので保護関税は彼らの憲法理論を侵害していた。さらに 保護関税は北部に利益をもたらし、南部には外役となると見ていた。ジョン・カルフン・サウスカロライナ州は1820年代の全国的経済不況で大きな影響を受けていた。この10年間で5万6千人の白人と58万人いた自由及び奴隷のアフリカ系アメリカ人の中で3万人の奴隷がより住みやすい場所を求めて州を離れた。 歴史家のリチャード・イー・エリスはこの状況を次のように表現した。サウスカロライナ州は植民地時代と建国初期を通じてそこそこの経済成長と繁栄を続けていた。このことで海岸地域にはその富が最初は米と藍の栽培、その後は面下で築かれた非常に富裕で過美な貴族階級が生まれていた。その後州は1819年強行で打撃を受けた。 その後に続いた不況はが州国のほとんどどの州よりも厳しかった。さらに、メキシコ湾沿いの地域では、単位面積あたり収量の高い肥沃な土地に恵まれた新しい面化生産地域が広がって競合が生まれ、サウスカロライナ州の回復を通説なほど遅くした。さらに事態を悪くしたのは、 サウスカロライナ州の大半の地域で奴隷人口がはるかに白人人口を上回っており奴隷反乱の恐れが高かったこととこの特別の制度についてほんの小さな批判に対しても過敏になっていったことがあったウィリアム・スミスやトマス・クーパーのような州の権限提唱者に引きられた州の指導者たちは州内経済の問題大半を1816年間税法や 内陸部改良計画のせいだとしたが、土壌の衰えや、新しい南西部との競合も、州の屋台骨が傾いたことの、大変大きな理由だった。ジョージ・マクダフィーは、反関税勢力で特に実効のある発言者であり、40たる理論を世に広めた。マクダフィーは、面関製品への40%関税は、製造者があなたの納屋に侵入し、 あなたの作る百タルにつき四十タルを奪うことを意味していると言った。この考えは数学的には間違っているが、その支持者たちの神経には訴えた。カルフーンのような国家主義者は、そのような指導者たちの勢力が増すにつれて、以前の立場から引き下がるを得ず、エリスの言葉を借りれば、サウスカロライナ州の中で政治的に重要であり続けるために、州の権限の理論のより過激なものも、 採用するしかなかった。サウスカロライナ州で最初の無効化の動きは1822年に起こった。自由黒人の水夫たちがデンマーク BG の計画した奴隷反乱を助けたと信じられた。サウスカロライナ州は黒人水夫法を成立させ、海外の黒人会員はすべてチャールストンに船が入っている間は収監されることを要求した。最高裁判事。 ウィリアム・ジョンソンは巡回裁判所判事の職権で、その法はアメリカ合衆国がイギリスと結んだ条約を侵害しているので違憲だと判決した。サウスカロライナ州上院はこの判決が無効であり法律は執行されると声明を出した。連邦政府はジョンソンの判決を押し付けようとはしなかった。 ジョエル・ポインセット歴史家のアベリー・クレイブンは1828年から1832年の議論は一重にサウスカロライナ州の事情に限定された問題だとしている州自体は団結しておらず両論はほぼ同じくらいの勢力だった州の西部やジョエル・ポインセットに率いられたチャールストンの一派はほぼ最後までジャクソン大統領に忠実なままだった ほんのわずかな部分が国家主義的北部大衆の権限南部の間の紛争に関わっていた。1828年関税法の最終評決が行われた後でサウスカロライナ州選出議員は2つの集会を開いたが2回目は上院議員ロバート・ワイ・ヘインの家でだった。彼らは南部が団結して反応しようという提案を仕掛けることを拒絶されており、 集単独にいかに反応するかに焦点を当てた。多くの者のが完全政策は近い将来に脱退に導く可能性があるというジョージ・マクダフィーの考えに同意する。一方で、この問題は近づきつつある。大統領選挙ではできるだけ論点にしないということでも全員が一致した。カルフーンはこの集会にいなかったが干渉効果を与えるものとして機能した。 カルフーンは関税を下げさせる。第一段階は次の選挙でアダムズとその支持者たちを破ることだと考えた。ウィリアム・シー・プレストンはサウスカロライナ州議会のためにカルフーンが関税の状況に関する報告書を準備するよう求めた。カルフーンはすぐにこの提案をのみ数週間のうちに3万5千語からなる後に サウスカロライナ州の解説と抗議と呼ばれるものの総工を書き上げた。カルフーンの解説は1828年後半に完成した。この中で1828年関税法は商業や農業よりも製造業に有利となるようになっているので違憲であると論じた。関税を課す権限は歳入を得るためにのみ使われると考え、 アメリカの産業が外国との競争で保護されるためではないとした。民主的に選ばれた集会で行動するある州、あるいはいくつかの州の市民は憲法に違反する連邦政府のいかなる方も拒否権を発動する固有の権限があると考えた。この拒否権は無効化理論の核であり、カルフーンの解説で次のように説明された。我々の制度に最も精通していない。 あらゆるものによってそうあらねばならないように委任される主権は中央政府と州政府の間で分けられており、州政府は中央政府と同じ権限でその一部を持っているということがもし譲歩されるならば、州がその権限に反していると判断する権利を否定するのは不可能に思われ、その是正のために適当な救済策が適用されるべきである。 このような場合に判断する権利は主権に基本的に備わっており、それを州は主権自体を失わずに奪われることはできず、位の状態に落とされることもありえない。実際に権限を分けること、及び互いに当てられた部分の排他的判断権を他方に与えることは、事実上全く分けないことと同じである。そのような排他的権利を中央政府に任せることは、事実上、 大きな集合政府に権限の制限なしに転換することであり、州からはすべての権利を奪うことである。条件の力を理解するのは不可能であり、平面に結論を否定するのも不可能である。この報告書は当時の不満を呼んだ関税に関する南部の具体的苦情も衝述していた。マクダフィーのような短期な人は連邦政府に対して 過激な行動を議会に取り入れさせる恐れもあったので、歴史家のジョン・ミー・イーブンは、カルフーンの文書における政治目的を次のように表現している。熱く湿気の多い夏の間を通じて、創造しい農園主たちの感情は、桜に近い興奮状態にまでは湧き上がっていった。解説で作り上げられた議論の全体傾向は、関税法の撤廃に向けて動き出すような、 激しい動きを弱らせる冷静で熟慮された方法で、この問題を提示することが意図されていた。それは、自意識が高くなっていく南部が特に奴隷制の、問題で懲罰を考慮するような将来の法制化に、対して合衆国の他の地域に警告を与えるものでも、あった。報告書は、衆議会に提出され、五千部が副写されて配布された。カルフーンは、 ジャクソンの次の大統領になるという構想もあったので、著者だとわからないようにしていたが、この情報はすぐに漏れた。衆議会は当時この報告書について、何の行動も取らなかった。1828年夏、間もなく、サウスカロライナ人の中でも最も求進的と考えられるようになるロバート・バーンウェル・レッドが、関税に関する論争に入ってきた。レッドは、衆議会議員であり、 議会の特別会期を開催するよう知事に要求した。レッドは欠出した演説家でもあり、その選挙区民には連邦議会における多数派に抵抗するよう訴えた。レッドは何もしないことの危険性について次のように述べた。しかし、もしあなたたちが自分で疑うならば、もしあなたたちが彼らの導くところどこでもそのままに、 最終結果まで、あなたたちの主義を持ち続ける用意がなければ、もし、あなたたちが名誉よりも命を愛するならば、危険な自由や栄光よりも安易を好むならば、目覚めるな。動き出すな。無力な抵抗は、あなたたちの破滅に仕返しを加えるだろう。強欲な抑圧者と微笑みながら平和に暮らし、あなたたちの従順な忍耐力が、緊急状態や絶望に打ち勝って残るという高貴な、 慰めと共に死ぬのだ。レッドの革命や戦争を説いた現氏は1828年の夏ではあまりにまだ過激だったが、ジャクソンの当選が確実になった10月28日に、ジェームズ・ハミルトン・ジュニアが正式な無効化運動を立ち上げた。ハミルトンは以前の国家主義を否認し、大衆には、あなたたちの監督者は仕組みの乱用や腐敗から思いやりの心や、 ほんのわずかな同情心もなしに、すぐに先制者になるに違いないと警告した。ハミルトンは、ジェファーソンの有無効化の正当な救済策の遂行を要求した。ハミルトンは、演説原稿の写しを直接次期大統領のジャクソンに送りつけた。しかし、ハミルトンやマクダフィーによる州全体に広がる運動にもかかわらず、1829年に、 無効化に関わる会議を召集するという提案は、1828年、暮れに召集されたサウスカロライナ州議会で否決された。カルフーン、ヘイン、スミス及びウィリアム・ドレートンのような州の指導層は、すべて公には何もしないでいることができるか、アウイは次の数年間は無効化に反対した。 州内の急進派と保守派の間の分裂は1829年から1830年の間は続いた。州内の内陸部との交易を促進するために鉄道建設予算を確保する州の計画が挫折した後で州は連邦議会に鉄道建設を試みる会社に25万ドルの投資を請願した。連邦議会はこの問題を棚上げし、 サウスカロライナ州内では、州の投資を望むものと再度連邦政府の関与を求めようとするものとの間で議論が再開された。この議論では、州内のそこそこの少数派がクレイのアメリカシステムに興味を持っていることが明らかになった。しかし、ウェブスターとヘインの討論による影響で急進派を活性させ、中道派もその方向に動くようになった。 1830年のサウスカロライナ州選挙運動は関税問題と宗教議会の必要性に焦点が当てられた。急進派は主勢に立って、協議会は必ずしも無効化賛成にはならないと重点を移した。有権者に拘束されない協議会が問題となる選挙戦を提示されたところでは、急進派が外して勝利した。保守派が 効果的に選挙戦を無効化についてのものと定義したところでは、急進派が敗北した。10月の選挙は過労じて急進派が制したが、問題の曖昧さによって、具体的な権能なしに置いておかれた。しかし、サウスカロライナ州では、知事が議会で選ばれるのであり、急進派運動の指導者、ジェームズ・ハミルトンが、 知事に選ばれ、その仲間の旧進派ヘンリー・エル・ピンクニーがサウスカロライナ州会員の議長に選出された。空席だった合衆国上院議員には、より旧進派のスティーブン・ミラーが、ウィリアム・スミスを破って当選した。旧進派が指導層を占めた1831年、機運は旧進派の方に流れ始めた。修正会はこの時無効化派と連邦維持派の線で厳密に分かれた。 さらに、議会の勢力は、協議会招集に必要な3分の2には届いていなかった。急進派の多くは、カルフーンに大統領になろうとしていることの無益さを悟らせれば自分たちの仲間に引き込めると考えた。一方、カルフーンは、自分でマーティン・バン・ビューレンが明らかにジャクソンの後継者として対等しているという結論を引き出していた。ハミルトンの貢献で、 ジョージ・マクダフィーがチャールストンで3時間の演説を行い、いかなる犠牲を払っても、関税法を無効化すべきと要求した。州内では、マクダフィーの演説の成功が、連邦政府との軍事的対決と、州自体の内戦の可能性をもたらしたように見られた。カルフーンはもはや沈黙が、選択肢としては受け付けられなくなり、州内で、反関税派を支配する機会を探り、六月までに、 そのフォートヒル演説と呼ばれることになるものを準備した。バージニア州のナットターナーの反乱は南部中に警鐘を鳴らした。カルフーンの演説は1831年7月26日に出版され解説の中で作った立場を繰り返し広げた。演説の大半で論理はジャクソン派大半の州の権限の立場に一致しており、 ダニエル・ウェブスターですらそれは最も有能で最も称賛すべきことであり、それゆえに特別な形態の革命を最も危険に正当化するものであると述べている一方で、この演説はカルフーンをはっきりと無効化の側に置いた。サウスカロライナ州内で演説の中にあった恩恵な試みは何でもバージニア州でのナットターナーの反乱の知らせが届いた時に書き消されてしまった。 奴隷制度廃止運動と関税問題の党派的側面との間に関連性を見つけたのはカルフーンだけではなかった。それはカルフーンが1830年9月11日の手紙に次のように書いていたことで確認できる。私は関税法を現在の不幸な物事の真の原因としてよりも好奇と考えている。真実はもはや偽装できず。 南部州固有の国内制度と彼の土地が彼の産業に与えた結果としての方向は、課税と予算化に関連して、その危険性に反してが死臭国の多数派に反比例する関係においており、州に担保された権利の保護的権限がなければ、最終的に反乱を強いるか、彼らの最高の利益を犠牲にさせ、彼らの国内制度を植民地化などの計画に従わせ、 彼ら自身や子供たちを悲惨な状態に貶めることをシールに違いない。この見解から無効化推進派はその組織化と現時を加速させた。1831年7月、州の権限と自由貿易の協会がチャールストンで結成され、集中に拡大した。サウスカロライナ州の貴族たちに率いられた過去の政治組織とは異なり、この集団は奴隷を保有しない農夫。 少数の奴隷を保有する者、及び、チャールストンの非農家まで、民衆のすべての階層を具体的対象にしていた。ハミルトン知事はこの協会が政治的かつ社会的組織であり、州内で拡大するという見解の提唱者であり、1831年の冬と1832年の春には、協議会を開いて無効化運動を、州内で活性化するよう呼びかけた。 保守派は組織でも指導力でも求進派に対抗できなかった。1832年の州選挙では緊張に包まれ、暴力が散りばめられたものとなり、礼儀正しい討論がしばしば返京の乱闘に悪化していった。それまでの選挙とは異なり、選択は無効化派か、連邦維持派かではっきりしていた。結果は無効化派の勝利となり、1832年10月20日、 ハミルトン知事は議会に協議会を検討する特別会期を要求した。議会の表決は、下院で96対25、上院で31対13となった。1832年11月、無効化協議会が開催された。この協議会は1828年と1832年の関税外見であり、1833年2月1日以降、 サウスカロライナ州内では強制されないと宣言した。さらに税金を徴収しようとするために軍隊を使う、試みは州を脱退に導くものだと宣言した。1833年にハミルトンを引き継いだロバート・ヘイン知事は2.000名の騎馬民兵と2万5000名の不評を編成し、軍事衝突の場合は即座にチャールストンに降軍することとした。これらの部隊は、 北部で10万ドルで購入した武器で武装されることになった。議会で成立した受験放棄はもし可能ならば衝突を避けてその過程で法的検知のオーラを生むように慎重に構築された。連邦維持派との紛争を避けるために輸入業者が望むならば関税を払うことを認めた。その他の者には税関職員から渡される紙の関税証書を得る。 ことで関税を払ったものとされた。彼らは期限が来た時にその証書への支払いを拒否し、もし税関職員が物品を押収した場合は、その商人は集裁番所に物品の返還を求めて、動産占有回復の令状を求めて提訴することとされた。物品の返還を拒んだ税関職員は物品価格の2倍を払う義務があるとされた。 修役人と判事が法を支持することを確実にするために新しく修役人になる者には試験先生が要求され、それで無効化条例の指示のもとに結束させることとされた。もしカロライナの神聖な大地が侵入者の足で汚されるならば、あるいは防衛のために流したその市民の地で汚されるならば、全能なる神を信じ、 その胸で慈しまれてきたその息子他たちの誰も我ら、共通の母に対して、親殺しの武器を取り上げることはないだろう。憲法に保障される自由を求めた、この偉大な闘争でその母が一人で立ち上がっていると、しても、この州の広い境界内で、救援のために飛び立とうとせず、その防衛のために命を投げ出さす、用意のない臆病なものは一人としていないであろう。 アンドリュー・ジャクソンのホワイトハウスにある公式肖像画ジャクソン大統領が1829年に就任した時、集大の関税で引き起こされる混乱によく気づいていた。1824年の関税に賛成票を投じさせた過去の心情のいくつかを放棄していたかもしれないが、軍備のために不可欠な製品に対する保護は正当化されるとまだ考えており、当時の関税は 国の負債が完債させるまで引き下げられるべきではないと考えた。この問題に就任演説と議会での当初3回の演説で触れたが、具体的救済手段は提案しなかった。1831年12月、サウスカロライナ州における無効化賛成者が機運をつかむ中で、ジャクソンはあらゆる大きな緊急時に、 この合衆国の友好を際立たせた情報と和解の精神の実行を推奨した。しかし、無効化の合憲問題については、州の権限を強く信じていたにもかかわらず、触れなかった。カルフーンの解説と抗議が無効化の原理に関する国民的討論を始めさせた。国家主義者の見解を提唱する指導者には、ダニエル・ウェブスター、最高裁判事のジョセフ・ストーリー、 判事のウィリアム・アレクサンダー・デュア、ジョン・クインシー、アダムズ、ネイサン・チップマン及びネイサン・デインがいた。これらの人々はカルフーンが提案した明惑理論について、憲法は人民の産物であり、州の産物ではないと主張して拒絶した。国家主義者の立場によれば、最高裁は法律の合憲性について最終回答を出せるのであり、国家の連合は永遠で、 各州に対する優越的権限があるとしていた。一方、無効化派は、中央政府がその権限の最終的権威者ではなく、州は契約する主体として、独自に合憲か合憲ではないかを判断できると、していた。カルフーンの解説は、無効化が、ケンタッキー州とバージニア州決議の背後にある、論理的思考に基づいており、年老いたジェームズ・マディソンは、エドワード・エヴァレットにあて、 出版を意図された1830年8月28日の手紙でこれに同意していなかった。マディソンはいかなる個別の州も名約を変えられないと否定し次のように書いた。アメリカ合衆国の4分の1以上の小さな会派の権限にその原理を当てはめるよりもそのような原理を認めがたいことを示すことがより必要なのではないか。 すなわち24州のうち7州が17州に対して法や憲法ですら意に従わせるものであり、17州のそれぞれは憲法に関わる主体であり、それを解釈し、解釈を主張する7州のそれぞれと、陽動な権利を持っている。7州は、ある例では正しく17州が間違っているかもしれない、ことは十分可能性がある。しかし、 そのような少数者に多数者以上の権限を与える、肯定的かつ恒久的規則を作ることは、自由な政府という最初の原則を覆すことであり、実際に必ず政府自体を転覆させる。ヘインに反論するダニエル・ウェブスターバイ、ジョージ・ P ・ A ・ヒーリー関税を撤廃させるための、南部戦略の一部は、政府との連携を手配することだった。 その計画では、西部が関税撤廃を支持するならば、西部における公有地の自由な利用要求を南部が支持するというものだった。この目的に沿って1830年代初期は、ロバート・ヘインが合衆国上院議員となり、上院の歴史の中でも最も著名な討論が始まった。ダニエル・ウェブスターの反応は、結果的にウェブスター・ヘイン討論と呼ばれる中で、 西部の土地という具体的問題からアメリカ合衆国の性格そのものに関する一般的討論に移っていった。ウェブスターの立場はマディソンとは異なっていた。ウェブスターはアメリカ合衆国市民が一つの集合体として行動すると主張し、マディソンはいくつかの州の市民が集合的に行動するとした。ジョン・ローアンはこの問題でウェブスターに反対して発言し、 マディソンはウェブスターを祝福するように記したが、自身の立場を説明していた。議論は無効化に関する意見の違いを十分に明確な表現で表し、自由と連合、今と永遠、一つと切り離せないものという結合になった、ウェブスターの回答書を4万部複写し、国中に配布された。多くの人々は、州の権限でジャクソンがヘイの側につくと期待した。 しかし一旦討論が、脱退や無効化に及ぶと、ジャクソンはウェイブスターに味方した。1830年4月13日、トーマス・ジェファーソンの誕生日を祝う民主党の伝統的祝賀会でジャクソンはその立場を明確にする、方法を選んだ。祝杯の交換の中でヘインは、州の連合、また、州の主権と提案した。ジャクソンの反応は、その順番が来た時に、 我々の連邦の合衆国、それは保たれねばならない。だった。出席者たちにはその効果が劇的だった。カルフーンは、自分の乾杯で反応しようとして、先の討論の時のウェブスターが締めくくった言葉、連合、我々の自由に次ぐもの、最も大切なもので応じた。最後は、マーティン・バンビューレンが、相互の自制と互いの情報、合衆国が作られた。 代理人を通じて、彼らが広がった愛国的精神は永久に、それを保つだろう。と提案した。バンビューレンは、ジャクソンの乾杯についてその辞典の中で、ベールは引き裂かれた。夜のまじないは、昼の光にさらされた。と記した。トマス・ハート・ベントンはその辞典で、その乾杯は、国中をっと驚かせたと述べた。ジャクソンは数日後に、 サウスカロライナ州からの訪問者が州内の友人たちに伝える言葉がないかを尋ねられた時、最後のセリフを吐いた。その回答は次のものだった。うん、あるとも。あなたの州の私の友人たちによろしくと伝えて、アメリカ合衆国の法律に反対して一滴でもちが流されれば、私はそのような反逆的行為に関わり私が捕まえた最初のものを、 手近な最初の木に吊るすことだろう、と言ってくれ。関税以外の他の問題はまだ決着していなかった。1830年5月、ジャクソンはメイズビル道路法案における重要な内陸改良計画に拒否権を発動し、5月末に議会が休会になるすぐ前に、その他の計画にも拒否権を続けた。クレイはこれらの拒否権発動を使って、 自らの大統領選挙運動を立ち上げた。1831年、アメリカ合衆国銀行の再国優化については、クレイとジャクソンが対立する立場にあり、長く一触即発の問題を再開した。この問題は1831年12月に、ボルティモアで開催され、クレイを大統領候補に指名した国民共和党党員集会で取り上げられ、 最国有化の提案は1832年1月6日に正式に連邦議会で起案された。上院を裁量する副大統領としてのカルフーンがバンビューレーを中イギリス大使に指名する投票で最後の一票を投じて否決したとき、カルフーンとジャクソンの亀裂は注目の的になった。バンビューレンはその後5月に開催された1832年民主党全国大会で ジャクソンの副大統領候補に選出された。ヘンリー・クレイ1832年2月、ヘンリー・クレイは20年ぶりに合衆国上院に復帰し、新しい関税の計画と、そのアメリカシステムの拡大を要求する3日間に、渡る演説を行った。クレイは、ジョンカルフーウミア、他の南部人に手を差し伸べようとして、翌年に予測される。 予算超過量に基づく1000万ドルの歳入削減を提案した。この削減は主に国内生産者との競争がない輸入品から出たものなので少なからぬ保護は計画の一部として残っていた。ジャクソンは関税全体を28%まで下げる代案を提案した。この時は会員議員だったジョン・クイン・シー・アダムズはその製造者委員会を使って妥協法案を作ったが その最終型では、競争のない商品の関税率を下げ、毛織物、鉄及び、綿製品の高い関税は維持することで、歳入を500万ドル下げる案になっていた。そのような法案の通常政策者であるジョージ・マクダフィーの歳入委員会は、政治的な操作を行う過程で、全製品にわたって大きく削減する法案を準備した。マクダフィーの法案は暗礁に乗り上げた。 ジャクソンはアメリカ合衆国銀行再国有化法案に拒否権を使った数日後の1832年7月14日に1832年関税法案に署名した。連邦議会はジャクソンの拒否権無効化に失敗した後に休会となった。連邦議会が休会に入るとジャクソンはサウスカロライナ州の動きを注意深く見守った。 無効化派は1832年関税法に意味ある妥協を見出さず、前述のような対応に出た。ジャクソンは、チャールストンで、陸軍や海軍の軍人を離反させようとしているという噂を耳にし、陸軍長官と海軍長官に、部隊や士官の忠実さに応じて、ローテーションを始めるよう命じた。ウィンフィールド、スコット将軍には、陸軍作戦行動の準備をさせ、 ノーフォークの海軍戦隊には、チャールストンへ向かう準備をするよう命じた。ジャクソンは、ジョエル・ポインセット、ウィリアム・ドレートン及び、ジェームズ・ウェル・ペティグルのような連邦主義者との連絡が、いつでも可能なようにしておき、ケンタッキー州知事の弟ジョージ・ブレジットを派遣して、独自に政界と軍隊の情報を集めさせた。ペティグルは10月の選挙に敗北した後で、ジャクソンに、 宗教議会と無効化の法案について、すぐにでも弔問を準備すべきと忠告した。1832年10月19日、ジャクソンは陸軍長官に宛てて、砦と守備隊を民兵が吸収する試みが行われるであろう。十分な警戒によって守られ、力による試みはすぐに排除され警告となる罰を与えられなければならない。と書き送った。 11月半ばまでに、ジャクソンの大統領再選が確実になった。12月3日、ジャクソンは議会に4回目の年間協唱を送った。それは、基調と用紙で断固として、州の権限と、納本主義であり、一時的手段以外の保護を否定していた。無効化に関するその意図は、バンブユーレンに話していたように、単なる泡としてほとんど検討もなく通過させ、 現行法を有効と見て抑制し止めさせるということだった。ジャクソンは政党や党派を超えるであろう道徳の力を思うと期待した。無効化に言及した教書の一説は次の通りだった。合衆国の4分の1において合衆国の一体性を危険に陥れるまでは行かないまでも、 再入法の執行を妨げられる恐れのあるまで反対の声が高まったと述べるのは私にとって辛い任務である。中央政府の司法権遂行に投げかけられる障害が何であれ役人の慎重さと人民の愛国心によって平和的にそれらに打ち勝つことができると期待している。しかし、この中央と我々の仲間である市民のすべての 良識に対する正当な依存が失望させられるようなことがあれば、そのような試みが行われるや、いなや、それを抑圧する法自体が十分に適用されると信じている。いかなる原因にしろ、現行法の執行が不可能になるような緊急事態が起こるようなことがあれば、即座に連邦議会に通知され、それに対応するために必要と考えられる見解と手段が提案されるだろう。 12月10日、ジャクソンは主にサウスカロライナ州民衆に向けた別の声明を発した。この声明では、無効化派の立場を非現実的な愚行であり、実行できない理論を追求する高度に抽象的、考え方と特徴付け、その信念を次のように簡潔に述べた。一つの州によって取られようとしている、合衆国法を無効化しようという権限は、合衆国の存在と、 愛入れないものであり、憲法の文面と明らかに矛盾しており、その精神からは認められず、それが基礎を置く、あらゆる原理と一致せず、それが作られた偉大な目的を破壊するものである、と考える。ジャクソンが使った言葉は、サウスカロライナ州から上がってくる報告と結びついて、当事者双方の多くに、軍事衝突の可能性を想起させた。 バンビューレンとトマス・ハート・ベントンなどに引きられる民主党の集団はこの危機を解決する唯一の手段が関税の少なからぬ提言であると見ていた。ジャクソンは関税が現行法で強制できるという以前の主張とは明らかに矛盾して1833年1月16日に連邦議会に強制法教書を送った。サウスカロライナ州防法とジョージタウンの税関は 閉ざされ、それぞれの港に停泊する船で代行するものとした。チャールストンでは、チャールストン港のピンクにー・ジョカムール・トリー・トリでの、どちらかに税関が移されることになっていた。信用上よりも、現金支払いが求められるとされ、州が逮捕を拒んだ違反者や、州の無効化法で、アメリカ合衆国巡回裁判所を排除した場合に、起こるであろうあらゆる場合に備えて、 連邦刑務所が作られるものとされた。最も議論の多いところでは1795年と1807年の民兵法であり、民兵と正規アメリカ軍の双方で税関法を強制することが認められるよう改正されることとされていた。サウスカロライナ州では論争を無効化から提案されている強制執行の型に焦点を移し替えるような試みがなされた。 強制法案は、ペンシルベニア州の保護主義者、ウィリアム・ウィルキンスが委員長を務める、上院司法委員会に送られ、ダニエル・ウェブスターとニュージャージー州のセオドア、フリーリングハイゼン議員によって支持された。それはジャクソンが求めるすべてをジャクソンに与えた。1月28日、上院は法案について、討論引き延ばしを行うという同義を30対15票で、否決した。 この遅延させるという道義に賛成した票のうち2人を除いて、すべてはローワーサウスからのものであり、この地域からは3人のみが道義に反対する投票を行った。さらに評決を重ねるために、強制力の期間を制限し、相乗を防ぐことよりも抑圧するために軍隊を使うことを制限する提案がなされた。会員の司法委員会では4対3秒で、 ジャクソンが軍隊を使うという要請を否決した。2月15日にカルフーンがそれに強く反対する主要演説を行うまでに、強制法案は一時的に立ち往生した。関税問題については、妥協関税案を起草する任務が12月に、この時はグリアンシーバー・プランクが委員長を務める、会員歳入委員会に割り当てられた。 委員会案に関する会員の議論は1833年1月に始まった。バープランク関税案は、無効年間で1816年レベルまで、関税率を下げるが、保護という基本原則は維持するという提案だった。ハン・ジャクソンの保護主義者たちは、1832年、関税法案を試しても見ずに、サウスカロライナ州の脅しや辛い張りにみっともなく、 へつらう経済的惨事としてこの関税法案を見ていた。北部の民主党員は原則としてそれに反対しなかったが自分たちの選挙区民の様々な利益に対してまだ保護を求めていた。無効化派に同調する者たちは保護原則を具体的に放棄するよう望み妥協点として移行期間を長くすることは進んで提案した。バープランク関税案は実行に移されないことは 明らかだった。サウスカロライナ州では不必要な対立を避ける試みがなされていた。ヘイン知事はチャールストンで集めるよりも自分で作った2万5千名の軍隊を地元で訓練するよう命令した。1月21日のチャールストンで開かれた大衆集会では無効化執行期限である2月1日を連邦会議での妥協関税法案審議に合わせて延期することが決められた。 これと同時に、バージニア州の検査官であるベンジャミン・ワトキンスリーが、チャールストンに到着し、ジャクソンと無効化派の双方を批判し、調停者としてバージニア州を提案する決議案を持ってきた。ヘンリー・クレイは、大統領選挙での敗北を、まだよく受け止められておらず、関税交渉に関して、どのような立場を取れるか決心がついていなかった。クレイの昔からの関心は、ジャクソンが、 最終的に保護関税主義をクレーのアメリカシステムと共に葬り去ってしまう決心をするのではないかということだった。2月、製造者や佐藤産業の保護に賛成するルイジアナ州の佐藤関係者と相談した後で具体的妥協案作成に動き出した。出発点として無効化派の提案する移行機関を認めたが、それを7年半から9年まで伸ばし、最終目標は、 商品価格に応じて20%に置いた。まずその保護主義の基盤からの指示を得た後で、仲介者を通じて、カルフーンに話を持っていった。カルフーンは受け入れる用意があり、クレーの寄宿舎で、クレーと個人的に会談した後は、交渉が進行した。クレーは2月12日に、交渉の済んだ関税法案を提出し、即座にクレーを委員長に。 テネシー州のフェリックス・グランディ、ペンシルベニア州のジョージ・ダラス、バージニア州のウィリアム・キャベル、リーブス、ウェブスター、デラウェア州のジョン・エム・クレートン及びカルフーンを委員とする特別委員会に委ねられた。2月21日、委員会はクレイが当初提案した案にほとんど近い形で法案を上院本会議に上提した。 1832年関税法案は継続するが、20%以上の関税は、すべて2年ごと20分の1ずつ下げられ、最終的に1842年には20%まで戻されるとされていた。原則としての保護主義は放棄されず、もし国の利益が求めるならば、関税を上げることも可能とされた。交渉された合意事項によって、具体的に結びつけられてはいなかったが、 強制法案と妥協関税法案は容赦なく結びつけられた。クレイは2月25日の関税に関する討論を打ち切る演説で、ジャクソンのサウスカロライナ州に対する声明を先導するものと非難し、強制法と同じ問題を認めたが、その必要性を示唆し、妥協関税法案をバランスを戻し、法の規則を促進し、また最終的合意に達しない場合の結果だと言った。 都市の破壊、田園の後輩及び煙の立つ廃墟を避けるための最終手段だと持ち上げることで妥協に向けた声の心をつかんだ。下院は妥協関税法案を119対85で、強制法案を149対48で可決した。上院では妥協関税法案が29対16で通り、強制法案は多くの反対者が投票するよりも対象を選び、 32対1で可決された。カルフーンは最終妥協案の知らせをもってチャールストンに急行した。無効化協議会が再度3月11日に開催された。そこでは11月の無効化条例を撤廃し、純粋に象徴的身ぶりとして強制法案の無効化もした。無効化派は情報をしたとしても関税問題での勝利を主張する一方、無効化に関する判断は、 様々だった。結局は多数派が支配したことで、奴隷制を続ける南部すなわち少数派には悪い前兆となった。レッドは3月13日の協議会でこのことを要約した。その警告は、奴隷を保有する人々は狂人であり、い,いや狂人よりさらに悪く、その手で運命を保たないとし、次のように続けた。この連邦政府の一歩一歩があなたたちの権利を超えて、 あなたたち固有の政策にどんどん近づいてくる。全体世界はあなたたちの制度に武器を取っている。紳士たちを騙されないようにしよう。我々が対抗している大きな悪を構成するものは関税のことではない、内陸の改良ではない、さらには強制法でもない。これらは政府の先制的な性格が明らかになった形態に過ぎないが、悪を構成するのは先制である。 またこの政府が限られた政府になるまで南部に自由もなければ安全保障もない。この危機の最終的解決とジャクソンの指導力は北部にも南部にも訴えるものがあった。歴史家でジャクソンの伝記作者ロバート・ブイ・レミには無効化が伝統的に州の権限を謳う南部州から引き出した反対を次のように表現した。例えばアラバマ州議会は 理論的に不完全で実行は危険という原則を宣言した。ジョージア州はそれが有害で軽率で革命的だと言った。ミシシッピ州の議員はサウスカロライナ州を無効水な慌て方で行動しているとたしなめた。フォレスト・マクドナルドは州の権限賛成者の中で無効化について分裂した。 ことを表現して、州の権限の原理は、大半のアメリカ人が思っているように、排他的にではなく、むしろ主に連邦政府の権威に対する州の反抗に、関わっていると書いた。しかし、無効化の危機が終わるまでに、多くの南部人は、ジャクソン流民主主義者が、南部の利益を代表しているのか疑問に感じ始めた。歴史家のウィリアム・ j クーパーは、多くの南部人が、 ジャクソン流民主党のことを南部を守る盾となるよりも南部を目指す槍になっていると考え始めたと記した。この疎外感によって生まれた政治的空白にホイック党の南部派が形成された。この党はアンドリュー・ジャクソンとより具体的には連邦都市公権限の定義に対する反対という共通の意図で結ばれた興味の連行であった。ホイック党には都市、商業及び 国家主義的見解を持つ元国民共和党員と元無効う家派が含まれていた。彼らは民主党員よりも南部人らしいと強調し、屋面もない活力と歓喜で奴隷制廃止問題を追求することで南部の中で成長した。両党はどちらが南部の制度を守るのに適しているかを議論し、1840年代に米北戦争や領土拡張で問題となってきた。 自由の土地と奴隷制、廃止運動との間の微妙な違いは決して政治的対話の一部にならなかった。この失敗で奴隷制問題の不安定さを増していくことになった。リチャード・エリスは危機の終わりは新しい時代の始まりを意味したと主張した。州の権限運動の中で単純に弱い、不活発なつましい政府という伝統的な願望は挑戦を受けた。エリスは 南北戦争に向かう時代の中で、無効化派とその奴隷西洋語同盟は、連邦政府の権限拡張に努めるようなやり方で、州の権限と州の主権を用いたので、特有な制度をより効果的に守ることができたと述べている。州の権限は1850年代までに、憲法の下での州の平等という要求になっていった。マディソンはその論文の中に、 私の国への助言という二つの段落を残すことで、この初期の傾向に反応し、合衆国は大事にされ不滅にされるべきである。それに対して公然と敵対する者は箱を開けられた、パンドラとみなそう。また、それを装う者は天国に入ろうと、執念深い策略を持って忍び寄る蛇だとみなそうと宣言した。リチャード・ラッシュが1850年に、これを正式に出版し、 その時までに南部の精神は非常に高まっていて、それが偽造だと非難した。奴隷問題に関する南部の最初の試練は1835年の最後の連邦議会議事で始まった。ギャグルール討論と呼ばれるものの中で、奴隷制廃止論者たちがワシントン DC における奴隷制と奴隷貿易の停止に焦点を当てる反奴隷制請願で連邦議会を満たした。 この討論は、サウスカロライナ州のヘンリー・ピンクニーや、ジョン・ハモンドに率いられる、南部人が公式には、請願を議会が受け取れないようにしたので、議事ごとに再開された。ジョン・クインシー・アダムズの指導で、奴隷制の討論は1844年遅くまで、国家的論題であり続け、議会は、請願を処理するときの制限をすべて解除した。無効化の危機の残したものについて、 ショーン・ウィレンツは次のように表現した。北部及び南部のジャクソン流民主主義の国家主義者たちと無効化派の地域主義者の間の闘争は、その後の数十年間で奴隷制と反奴隷制の政治を通じて高鳴りを続けた。皮肉なことに、ジャクソンの勝利は守備一貫してわかりやすい政治力として南部奴隷制用語論の出現加速に貢献し、 ジャクソンの党の内外で北部の反奴隷正論を固めていくことにも預かった。これらの展開は二つの基本的に相入れない民主主義、すなわち奴隷の南部と自由の北部を際立たせることを強めていった。サウスカロライナ州にとって無効化の危機の名残は危機の間に州内でできた分裂と危機が解決された後の州の明らかな孤立という二つの問題にあった。 サウスカロライナ州が最初には州国から脱退した州になった1860年までに他の南部州よりも州内は一つに固まっていた。歴史家のチャールズ・エドワードコーゼンは次のように書いている。おそらくは他の南部州のどれよりも広範な程度までサウスカロライナ州は1860年の問題に至る30年間にその指導者たちが準備を行ってきた。 州主権の原則に関わる教家、南部の制度を維持する必要性の教育、その利益に敵対する党派による連邦政府支配の危険性に対する警告、還元すると、ある状況下での脱退の原則と必要性の大衆教育が奴隷制廃止論者たち自身の熟達した宣伝に劣ることなく技術をもって遂行され成功していた。 脱退をほとんど自然発生的に推進したのはサウスカロライナ州指導者によるこの教育、この宣伝であった。ありがとうございます。